藤原家当時2月10日から1977年3月23日は日本の音楽教員。岩手県出身。筆名として藤原草を藤原義美都知がある。岩手県立花巻高等女学校の教員時代に宮沢賢治と知り合い、賢治が没するまで信仰を持った。賢治の没後は宮沢賢治全集の編纂に携わった。 太平洋戦争後は故郷である市和町東根山の麓に開拓農民として入植し、開拓団のリーダーとして活動した。1896年、岩手県市和郡水分村に生まれる。少年は賢治と同じである。岩手主犯学校を卒業後は、森岡市立城南人上昇学校に音楽教諭として勤務する。花巻高等女学校の校長から勧誘される。 形で、1921年9月より、同行に転任した。藤原は、藤原草尾の筆名で、牛山光弥美や三風の主催する雑誌や、地元新聞に死を発表していた。当時、東京への、家出から帰宅して間もなかった賢治は、着任の翌月には女学校に、藤原を訪ねている。賢治は、同年12月に、高等女学校に隣接していた。 冷え抜き軍立冷え抜き農学校の教員に採用され、お互いに交換教授をするなど、信仰を深めた。交換教授では藤原が音楽を教え、賢治はドイツ語を藤原に教えた。加えて、お互いに持ち寄ったクラシックレコードの鑑賞会を開いた。賢治に詩集、春と修羅第二週の観光を進め、賢治が書いた序文には、まずは友人、 藤原加藤寺菊池武雄などの進めるままにと記されている。1927年、賢治の名コードで青森県出身の女性と結婚。相手は花巻の料理店ではエイトレスを務めていた女性で、賢治と共に入店した際に好きなタイプだと述べたところ賢治が求婚を促して結ばれた。賢治は相手の実家にも赴いて話を取りまとめた。 長女と長男はケンジが名付け親である。藤原はチェロを所有して、グループで弦楽し重奏をしていたが、森岡公会堂で演奏の機会に穴の開いた自分のチェロを、より高級なケンジのチェロと交換して持参した。ケンジのチェロはそのまま戦争中も、藤原の手元で保管され、ケンジの実家の空襲被害から免れることができた。 1932年9月23日、藤原が伴奏する教え子二人の合唱が、仙台放送局からラジオ番組で放送され、ケンジはその感想を手紙で書き送っている。1934年秋、ケンジが亡くなった一年後に、花巻高等女学校を退職、ケンジ全集編参のため家族を連れて上京した。後の10年間、 文歩道版及び十字屋版の検事全集出版に実務担当として関わった。1944年12月、十字屋版六巻、別巻の全集は完成。1945年8月、49歳の時、終戦間近の東京を引き払い、岩手県市は町へ帰郷した。郷里に戻った藤原は、今後は、検事の精神を実践しようと、 水分村東根山麓に入植。過酷な労働環境、厳しい生活状況など、開拓農民の暮らしはひどく大変なものであった。この状況を打開するため、リュックに、ケートル姿で、農林省へ出かけていき、宮沢賢治前週編集委員の肩書きの名刺を持って、交渉、生活資金の助成を獲得するなど様々な、開拓行政へ働きかけも行った。 県の開拓者連盟委員長などを長年務め、1971年、岩手県の県政厚労賞を受賞した。1972年、君後東水法賞を受賞。1977年、81歳で死去。ABCDEF 掘りを、1991年、P210 掘りを、1991年、P211 春と修羅第2週青空文庫。 なお、共に名を挙げられている、菊池武雄は、童話集、注文の多い料理店の差し絵を描いた人物である。年譜、宮沢賢治伝では挙式の時期について、9月、11月、と異なる内容が記されている。A.B. ホリオ、1991年、ピアニッシモ217から218、A.B.C. ホリオ、1991年、 ピアニッシモ212から213検事のチェロは、現在は花巻市の宮沢検事記念館で保存展示されている。ホリ1991年、ピアニッシモ405から406。ありがとうございます。